にコピーの能力を使用するとおかしなことになる。コピー能力、コピー。倒していない中ボスからもコピー能力を得ることができる能力。これを川崎に使用すると。なぜかウィングをコピーできます。これは、コックの能力を得ても川崎戦では役に立たないので、料理人イコール鶏肉を調理するってことでウィングで代用されたと考えられます。現にスターアライズで川崎は鳥を捕まえようとしていることから、川崎の得意料理は鶏肉料理の可能性が高いです。と、思いきや。なぜかカッターもコピーできます。さらに。ソードもコピーできます。実は川崎にコピーを使用すると、4種の中からランダムで能力を得ることができます。そのうちの2種がカッターとソード。料理人だし、包丁からの連想ですかね。では、4種のうちの最後の1つは？ビームです。料理人にビームとは意味がわからないぞ。この川崎、いつからビームでも出るのか？